さあみんなで迎えよう。あれ団長の数少なくね。あれほど時間厳守って言ったのに。闇はいつものことだけど、シャーロットは珍しいな。順位を発表しちゃうよ。1位は金色の夜明け。星の取得数はなんと125。金色の夜明けは今季も素晴らしい活躍を見せてくれた。去年の星の取得数96を大きく更新だ。中でも星の取得に最も貢献した団員に登壇してもらおう。風の精霊シルフを従えた期待の新人ユノ。続いて2位の発表だ。例年通りグレンの獅子王か。ってことは金翼の大鷲か。第2位は黒の防御。俺たち2位。何事。星の数101。マジ何かの間違いだろう。まさか誰かを脅して。そんなことない。不正なんてするわけない。黒の防御は。おい誰か防御の関係者いないか。呼ばれてるぜ。彼が黒の防御で最も活躍したルーキーアスカだ。いやーどうもどうも、アコチャース。彼らは入団してたった半年で素晴らしい功績を挙げた。しかも同郷の幼馴染で2人とも若干16歳だ。2人だ。どこの貴族だろうか。おお、若いのにすごい2人だ。いや、あの2人は下民らしいぜ。しかもアスカってやつは魔力が全くないんだとか。魔力もないなんて。本当に実力で勝ち取ったのかしら。ベル、全力だ。そうかなくちゃ。せえ、バイトいきなり何してんじゃお前は。なんて威力の魔法なんだ。それを防いだと。全然レベル違え。私は貴様は日劇知る必要ねえだろ。さよなら敗北者。人間。クマの魔法が消えず空間を侵食し続けて影の王宮が崩壊し始め、そろそろ限界だ。なんか体がムズムズする。急げ。上に行く術がねえ。こいつはやべえな。このままじゃ。みんな！アスタ！燃える！みんな無事でよかった！私は罪を償うことです。これはその第一歩だ。うるせえ！俺は俺のやりてえようにやれ！いや、いいとこに通りすがりのボンレスハムがいて助かったわ。元シオンのシャチ団長！ぐぬぬ、弱ってるくせになんという人使いだ。すごいね、変わった魔法と変わった人間の目白押しだ。とにかくまずは脱出するぞ。あ、ユノ君、もう離れない。いや、とっとと離れなさい、デコダヌキ。あれ、この人ヤバい、怖い。貴様ら、談笑には少し早いぞ。国中で暴れているエルフたちを止め、未だに彼らは仕組まれた復讐に囚われ。どうやって。全員のしてしまえばいい。この剣一つじゃとても。それに今の俺じゃ何度も力は使えねえ。体重魔法ならば国中の魔力と生命力を集めることができる。
彼のグリモワールが必要だ。ありがとう、バルトス。あなたが何者でも私を助けてくれたのはあなただ。メツマの剣で僕の転生を解いてくれ。元より二度目の生、悔いはあっても恐れはない。先に行ってますね。最後。しかしまだ終わっていない。そのために私が、イリウス様を守るべき未来を信じきれなかった私の弱さが招いた戦いならば、せめて私がその終わりの礎を築か、魂をつなぎ皆に真実を、一つに結びつける合体魔法シクマの剣霊光樹。アンチ魔法の少年、この木にメツマの剣を。剣の力が全てのエルフに。その魔法、綺麗。国を救ってくれたのか。やっぱりな、うちら3人は一緒に行けそうにないや。魂が体にしっかり定着しちゃってるし、元の体に魂が存在してない。私たちの分も今の世界を生きてくれ、リヒト。面倒だけどしっかり生きてみるとしますか。お前との戦い楽しかったぞ、ヤミスケヒロ。なんだ、最後はやけに素直じゃねえの、シャルガ。私たちが望んだ理想の未来の可能性が見られて嬉しかった。うん。俺の体の中にいるのはこのグリモワールも、あんたも。そのグリモワールはもう君のも、君と共に同じ道を歩ませてやってくれ。ありがとう。現代のクローバー王国の魔導士た。待て待て、待ちやがれ。資料魔法ソウルアブダクター。俺と長いこと共にいたやつじゃねえと使えねえ。てめえは皮肉。リヒト君の魂が宿っていた体に魔力が。その体はもともとサリーが作ったてめえの体の複製体だ。俺にもよくわかんねえんだ、クソが。とにかくリヒト、てめえはてめえの踏みにじった人間のことを、俺のことを考え続けろ。償いの機会を与えてくれた。うるせえ、せいぜい毎日恐怖に震えとくんだな。バルトス、行くぞ。とへ連れて行ってほしい。長い戦いが終わったね。君たちにはいくら感謝しても足りないね。僕の時代から続く悪魔の呪縛を打ち破ってくれ。この人たち一体何よ。石の方ですか。初代魔法帝の像にそっくりです。そしてお前はネロだよな。はあ、何言ってんのよアスター。人間になったんじゃなくて、もともと人間だったのよ。何、早く言えよ。彼がやめろ、いつもの感じのやつ。あの子憎たらし可愛かったネロが。けどこっちはこっちで可愛いわね。どちらが魔法帝になるかな。俺です。王子とアスタでは全然違います。何、王子。セクレ、今はネロかな。君は僕の分も未来を。あなたをずっと、あなたが行くのなら私も。僕は500年前に全てを出し尽くして終わっていたはずなの。君たち魔法騎士と君たちが守るクローバー王国の未来も楽しい。自分の子孫にも会えて大満足さ。あなたにお仕えできて幸せでした。セクレ。バカな、バカ。奴はまだ本気じゃなかった。バンジャン様の夢を叶えるの。よし、よく勝ち上がったな、ユノ。お前もな、雑草。この戦後のデザート、大事にいただくよ。ありがとう。大事にいただく。大丈夫っすか、ジャミーパイセン。いやー、大丈夫そうっすね。あなた、キノコ使っている時とキャラ違うわね。兄はね、自分よりも後から弱く生まれてくる弟や妹を守るためにいる。まあ、そのさっきはありがとう。ちょっと何してんのよ。私は王族よ。このまま活躍してロイヤルナイツに選ばれてやるわ。世に恥をかかせた下民が二人とも勝ち残るとは。よろしく頼むよ、みんな。はっ。
ステージが変わってく。おお、すげえ。ただいま。おかえり。舞台が変わっても私の美しさは変わらない。綺麗に始末してやるから覚悟しておけ。アッサー、お互い手加減なしだぞ。もちろんさ、マグナ先輩。今回もチームプレーで頑張ろうぜ。盾は他にも罠仕掛けてるだろ。昨日ステージのあちこちに罠を仕掛けたんだよ。情報をかき集めて。あなた一体。昨日仕掛けたって、やっぱりズルじゃねえかこの野郎。もう論破されてる。そんなアスタさんも可愛いですわ。確かにですわ。俺は俺のやり方でやらせてもらう。大丈夫かしらね。喧嘩することなかった。脳みそはパンパンに詰まっとるわ。そうですわ、アスタさんが小さいのは背丈だけです。そうだって、おい、2回戦第1試合開始。黒人のマナに当てられすぎて自分を見失っているようだな。うん、満開だね。綺麗なのら、お花見なのら。早速来ましたわね。僕は下手に動かず、奴らがトラップ魔法にかかるのを待った方がいいな。アスタさん。よし、来た来た。いいぞその調子だ。もっともっとめぐれ。行くぜ。アスタ君、あれはあの時の。桜がどんどんかき消されていく。バカな、なんだあのおぞましい黒い塊は。あのチビ、魔法を全て吹き飛ばした。さあ協力して戦おうぜ。美しくない。アスタはまだまだ強く、そして俺もな。なんてことしてくれてんだてめえ。仕掛けた罠が全部消えちまったじゃねえか。作戦考えてくれ。俺たち3人で勝てるやつ。なあ、なんだそれ、矛盾してんじゃねえか。残念でした。あの技は一度使うとインターバルが必要なんだな。これが別に昨日から罠張っててもいいよ。俺とミモザも仲間に入れてくれるんならね。俺はここにいるすげえ奴らと協力して、すげえ奴らに勝ちたい。一人きりでは戦えない。仲間を信じて共に視線を超えるものなんだ。急に何すんだてめえこの野郎。しょうがねえからてめえを利用してやるよ、クソチビ。俺の魔法属性は灰だ。得意とするのはトラップ魔法だから、徹夜したって言ったろうが。これ本当だったの。私の美しい魔法があんな下民のどす黒いものに汚されるなんて。下民なめんじゃねえってことだよな。アッサー、俺も下民だけど。あ、ちょ待て、このナルシスト、今さら何なんだてめえ。まったく、男って生き物は本当にバカだよな。最も美しき我々と同じ舞台にいてはならないのだ。こちらの方にザクスとやらの魔力を感じる。どこに。ナユタ美人オーブ。ちょっとの隙間から。うわー、やっぱ強え。かすかだが魔力を感じる。誘い込んでトラップにはめる気か。美しき我が分身。こんな粗末な罠にこの私がかかるとでも。知れ下民よ。なんだこれは。私は確かに全てのトラップ魔法を消したはず。王族様よ。魔法ではなく肉体を使って掘ったのか。ミモザの兄ちゃんには悪いけど、ちょっと気絶してもらうぜ。やっとチームらしくなったな。利用しただけだっつーの。